いや、これおすすめですよね。なんか活性化みたいなんと、あとリラックスみたいなんと両方こう感じれて。匂い嗅いだりとか、土の匂い嗅いだりとか、すごいなんか心地よかったです、自分的には。どんどん感じていきましょう。そう、太陽を感じながら。ベタやけど、なんか子どもの頃に戻る感覚とかなんですかね。自然の中に寝そべって空を見るっていうこともなかなかないと思いますので、余計な情報がない。まあ、風だとか匂いだとか、まあ、色もなんか人を落ち着かせる効果があるのかなと思います。やっぱ森の中でワークさせてもらって、素直になんとなく自分の気持ちを広げて話せた感じはしましたね。体も心もこうリラックスした後でもう会話するっていう、こう思ったことが素直に出ると言いますか、あ、自分結構喋っちゃってるなみたいなのがあったりして、あ、こんな表情を出すんだこの人とか、そういうのは、感じれました。あ、出た、出ました。より素直に歪みなくその人となりが見えてくるんじゃないのかなと思います。実際多分都会とかで働いてる方は一旦来てみた方がいいなっていうふうには思いますね。やっぱり本当の自然に触れて、本当の土に触れて、仕事したりとか休む時はだらーって休んだりとかっていうのは全然違うと思うので、